月形駅は、かつて、新潟県西神原郡月形村大座月形に、あった新潟交通電車線の駅。1999年4月の道線廃線後、駅周辺の廃線時期約 2.2km の、区間は遊歩道等を有する旧、月形駅周辺公園として整備され、かつての構内には、道線で使用されていた、車両産業が、生態保存されている。 1933年、新潟電鉄線の白根駅から燕駅までの間が開業したのに伴い、月形村には東駅が開設された。電鉄線の開通以降、この東駅を中心に小規模ながら市街地が形成されていった。しかし1960年代後半以降、新潟交通電車線は慢性的な赤字運営に転落。1993年、特に不採算であった。 つばめ川の区間が廃止され、これに伴い、当駅は同線の終点駅となった。存続区間が月型に北とされたのは、当時は周辺道路の整備が不十分で、路線バスによる代替輸送が不可能と判断されたためである。だが、その後も運営状況が好転することはなく、さらには、新潟交通グループ全体の経営状況が不安定になったことから、 1999年4月4日の営業をもって残る東館や駅東駅間の全線が廃止され、代替として同社のバス路線が設けられた。だが、廃止決定後、地元や鉄道ファンの有志らが、電車線の貴重な資料として残したいと、車両、施設の保存を求めるなどした結果、モハ11モア51機116の3両が、東駅構内で、 生態保存されることが決まった。産業は廃止当日の4月5日、東館屋駅から東駅までの間を自走で改装され、ホームに留置された。なお、この一連の保存活動には当時交通博物館の学芸員であった岸優一郎らも尽力している。その後、この旧月形駅舎周辺は月形村によって公園として整備されることとなった。駅舎などはほぼ廃止当時のまま。 ホーム側の線路には ATS の地上紙もそのまま残されている。旧二番線は防線駅となってから線路が撤去されたが、2003年、旧二番線に面する中野口側の河川、管理道路拡幅に伴い旧ホームを一部撤去した上で、保存車両がある旧一番線側に移動して復元され、ベンチなどが設けられた。また、駅舎北東側の貨物ホーム跡は営業運転時から、 長らく整備されないままだったが、土止めなど補強を施された上で駐車場として整備された。廃線時期は、この駐車場の一部を横切る形で残されており、イベントではトロッコを走行させることがある。駐車場北側には、公衆トイレが設けられている。駅舎横には、各米地蔵村が祀られているほか、地蔵村境内に、新潟電鉄の設立者である。 奥山亀蔵の石踏みが混流されている。また2003年、地蔵村裏手に、越後寺市の歌の歌碑が混流された。石踏みには、自動演奏用のスピーカーが設けられており、ボタンを謳歌すると、美空ひばりの歌声が流れる。地蔵村を除くこれらの公演施設は現在、新潟市南区建設課が管理しており、また鉄道施設については前日の有志により、結成された。 カボチャ電車保存会が管理を行っている。降雪がある冬場には、ブルーシートなどを使った冬囲いを行うなど、万全の保存体制が取られており、保存状態は非常に良好。年に数回は、車内、駅車内を公開するイベントが行われている。中野口川砂岩の堤防場にメンス、自然に親しみやすい、立地条件で、かつ、月型地区の歴史を物語る。 展示物が数多く置かれていることなどから2004年には美しい日本の歩きたくなる道500線に選出された。当駅跡と周辺はネギッコのシングルネイバーディアのディスクジャケットの写真や NGT48 の2018年5月度のロケ製写真に使用されるなど時折各種メディア等の撮影に使われている。下記は1999年線時の構造。周辺は 月形村の中心街、当駅は月形商店街の北端に位置していた、新潟交通電車選局駅月形駅六分駅、旧月形駅車周辺公園への主な交通手段は、下記の通り、イベントを開催する際には、園内の駐車を制限することがあり、また、公園周辺は、道幅が狭硬な商店街であるため、駐車スペースが限定される。 このためイベント時にはバスなどの公共交通か自家用車の場合は月型図書館駐車場の利用を推奨している ABCJR 私鉄前線各駅停車6中央上新越590駅小学館1993年183ページありがとうございます。